ブルックを加えた麦わらの一味はグランドラインを半周し、航路を縦に貫く絶壁の大陸レッドラインに到達した。この大陸を越えて新世界に入るためには職員の手で船をコーティングしてもらい、深い海底にあるという魚人島を目指すほかないという。シャボンディ諸島に上陸した麦わらの一味はかつては海賊王ゴールドロジャーの船の副船長だったという冥王レイリーと運命的に出会い、船のコーティングをしてもらうことになった。しかしその前にルフィたちは世界貴族天竜人を殴り倒すという大事件を起こしていた。天竜人に手を出せば海軍本部の大将がやってくる。船のコーティングに要する時間は3日間。その間海軍から逃げ回ることを決めた麦わらの一味はレイリーの店を後にし、すでに海軍が動き始めているヤルキマンマングローブの森へと足を踏み入れた。私をただのキュート美人だと思ったら大間違いよ。悪いけどあんたたちと遊んでる暇はないの。私は優しくないわよ。それさあみんな行くのよ。よし俺も行くぞ。そろそろ行くよ。味方は巻き込まんようにしなきゃね。邪魔せんでほしいね。これでも食らいなさい。残念、蜃気楼よ。トルネードテンポ間に合った。スーパーな男が助けに来てやったぜ。アンダーボルト囲まれたか。俺のスーパーな力でどうにか突破口をこじ開けねえぞ。アンダーボルト、アンダーボルト、サイクロンテンポ、その辺サイクロンテンポ。これでも食らいなさい。残念、蜃気楼よ。トルネードテンポ。ここはあたしがいただいとくわね。それを見て驚け。この攻撃でおめえら全員片付けてやる。キラ戦闘丸、目標付近に到着した。これより任務を開始する。目標確認。
目標確認。世界一ガードの硬い男、戦闘丸だ。ワイは世界一ガードの硬い男、したがっておめえの攻撃も効かねえ。負けてんじゃないのよ。さあ覚悟はいい？今日の空は荒れ模様。サンダーボルト、雷鳴があなたのハートを撃ち抜くでしょう。サイクロンテンポ、こんなところかしら。どっせい、これでも食らいなさい。残念、蜃気楼よ。トルネードテンポ、小娘がやってくれるじゃないの。まったく、その辺上に何て報告すればいいんだよ。サイクロンテンポ、おい誰か手貸せ。サンダーボルト、ちょっと本気だ。それサイクロン、しばらどっこい。それサイクロンテンポ、
方ば巻き込まんようにしなきゃね。私が来たからには負けは許されないよ。こいつも化け物じみていて怖いね。まずは一人目。力がねえのなら救えねえもんは頑張ったって救えねえよ。さあ覚悟はいい？なんだ、そんなに自信があるならわしと戦ってみるといいよ。よし、ここはもらっとくぞ。登場しなさい。僕も止めないぞ。登場しなさい。サンダーランス剣法。その辺受けられないよ。天の村
サイクロンテンポ。天の村君。待て、PX-1。 旅行するなら、どこへ行きたい？さらばだ。グランドラインシャボンディ諸島12番グローブ。この日、船長モンキー・ディ・ルフィ率いる海賊団麦わらの一味は完全崩壊を喫した。麦わらのルフィが生きていた！また海賊に乗り込んだんだって？一体何が目的でこんなことを。ああ、そうか、分かったぞ。了解。そうか、ルフィ。分かった、分かったぞ、ルフィ。人の気も知らないで勝手なんだから。なるほど、そういう感じに。集合は3日後じゃなく2年後。立ち止まって力をつけるんだ。そしてまた必ず集結する。2年後にシャモンディ諸島で。